ら晴れて秋風吹き、月影落ちて涼しなく、思えば遠し故郷の空、我が父母いかに追わす、住みゆく水に秋しのたれ、つまなす梅雨はすすきに満つ、思えば似たり故郷ののべ、ああ我が原から田へと遊ぶ。はい、今日は、9月8日の10時半朝なんですけど、今日はさっきからメロディカ吹いてる時からブーンブーンって音がしてると思うんですけど、実は今年で、この辺りでの開催が最後になるエアレースの今日決勝ですね。はい、2年ぐらい前にエアレースを見れるレストランに食べに行った時に、天気はすごく良かったのに風で中止になっちゃって、まあ、それからもうあんまり興味がなくなっちゃって、飛んでる練習とか見れるし、一昨日も会社の食事会でものすごい特等席でエアレースの練習を見ることができたので、まあ、なんかすごい席は何十万もするらしいんですけど、私ちなみに前住んでた石川県の某所も普通に飛行機が飛んでブンブン飛んでいたところだったので、家も二重サッシになっていたり、そういう航空ショーとかもあって割と見慣れてるので、で以前はこのエアレース開催の1週間ぐらい前からブンブン飛んでて、さすがにちょっと、近隣住民はちょっとうるさいなと思ってたんですけど、まあ今年で最後だと思うとちょっとねあれで、で練習も本当に今回金曜日からしかしなかったんで、でその金曜日がたまたまお食事会で、で私はワールドビジネスガーデンってとこでね、この前ライブもやらせていただいたんですけど、そこで働いてるんですけど、私たちのオフィスは海浜、海の方で練習をしているエアレースが見える位置にはオフィスがないので見れなかったんですけど、たまたまお食事会をやった場所がとても真ん前でそれが見れるっていうところで、しかも以前行ったレストランより階数が十何階ぐらいの位置なので、ちょうど一番いいね、この音ですよ。ポールのところをこう回旋しながら回っていくのが真ん前で見れて、まあ、もう仕事しないで見てたぐらいだったんですけど、はい。で、まあ、今日は、ちょっと、いや、このうるささでどうしようかと思ったんですけど、一応今日で9月の歌が終わりなので、故郷の空をやってみました。これってあれですよね。誰かさんと誰かさんがってやつですよね。はい。スコットランド民謡です。Coming through the rye、 ライ麦畑で出会うときという田園ラブソングですっていう。はい。日本語のリズムに合うよう、原曲のメロディーのリズムが修正されています。でした。だそうです。はい。今日は珍しくこれ、全く一発で吹けました。はい。はい。でですね、歌ってて、2番の歌詞、最後ね、ああ、我が腹から、タレと遊ぶ。腹からっていうのは、同胞ってことで、一応ここには、腹からと言いながら、腹からですけど、
兄弟兄弟ですね。うん、ハラカラって、私もカラのハラのことかと思っちゃう。ハラハラのカラ、あれハラって言いましたよね、あの安室ちゃんに似た人。うん、ということです。はい、でこれで一応9月が終わりです。であと会社のあの一人ずつ働いてる人を紹介するっていうやつで、もうこの本紹介しました、バッチリと。はい、では、もう9月のが終わったので、10月の思った10月は忙しいからちょっと頑張らなきゃいけないんですけど、またよろしくお願いします。そして来週の日曜日はいよいよ氣志團万博行ってまいります。もう何年ぶりのマキシマムザホルモン、あ、そんなことないか、去年だっけ、あのそれこそあそこで見たんですよね、エアジャムで。エアジャムって去年だったっけ、いやもう思い出せない、あららら。うん、ということで意外と合ってましたね、ホルモンと。はい、では来週楽しんできます。はい、ではエアレースの音をバックに失礼します。